どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL マイルがたまるクレジットカードの中で交換現実でですね、 JAL マイルがたまるクレジットカードをまとめということで、今回ね動画やっていきたいなと思います。ということで、前回ね2023年の ANA のねクレジットカードバージョンを作らせていただきました。リクエストでね JAL マイルもお願いしますということでありましたので、これからですねポイントサイト等々以外でクレジットカードの決済でもですね JAL マイル貯めていきたいっていう方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、 JAL マイルを貯めようと思った場合にですね、 JAL のクレジットカードと JAL 以外のねクレジットカード、まあ、JAL カードっていうのがありますよね。それ以外、まあ、どちらがねいいのかっていう話なんですけども、 ANA の場合はですねプラチナカードであったりですね、年会費の高いクレジットカードだと還元率がね結構良かったりしますよね。で JAL の場合はねどうなのかっていう話なんですけども、JAL カードっていうのは基本的にね年会費の高いカードであっても還元率はですね最大 1% 還元っていう風になってるんですよね。ですので、まあ、今回ね紹介させていただくのは JAL カード以外でのね話っていう風になりますんで、この点ね覚えておいてください。ということで早速ね内容に入っていきたいなと思うんですけども、それではまず前回もね登場したこちらですね、 JQ エポスゴールドカード、こちらのクレジットカードはですね ANA の時にも紹介させていただきましたけども、貯まるポイントは JR キューポポイントが貯まるクレジットカードなんですよね。で詳しい内容ね前回の ANA の時に見ていただければなと思うんですけども、こちら最大還元率ね出そうと思えば100万円の決済まで 2.5% 還元で利用することができるカードっていう風になるんですよね。でこれでですね貯まるポイントが JR キューポっていう風になりますんで、 JR キューポポイントっていうのはポンタポイントにね交換することができますので、ポンタポイントから JAL マイルっていった形で交換することができます。で還元率なんですけども、最大還元率はこちら 2.5% ですよね。で 50% で JAL マイルにね交換することがねできるっていう風になりますんで、 1.25% 還元っていう風になります。またですね、このポンタポイントから JAL マイルっていうのはだいたい年間 2,3 回だと思うんですけども 20% 増量キャンペーンがあるんですよね。これを利用していただくと交換率はね 60% に上がるっていう風になりますんで、これを考慮するとですね、この JQ エポスゴールドカードっていうのは、まあ、100万円までのね決済にはなりますけども、最大還元率 JAL マイルの最大還元率は 1.5% 還元っていう風になるんですよね。で前回のね動画でも話した通りですね、もともとこのカードはねエポスカードから発行して、まあ、キャンペーンをね取っていただいて、その後ねゴールドカードのインビテーションをもらって、持った状態で JQ エポスの一般カードに発行していただいてゴールドに切り替えるっていうのがね今までの一般的なルートだったんですけども、昨年11月からですね九州方面のアメピュラザに行くと、そのまま新規でねゴールドカードを発行できるキャンペーンをキャンペーンなのかな、ちょっと常設なのか分かりませんけども、まあ、できるっていう風になりますんで、まあ、今まではですねエポスカードから発行していただくのがねいいのかななんていう風に思うんですけども、まあ、そこらがもう全部めんどくさいっていう方は九州方面行った時にですね発行していただくのがねいいのかなと思います。初年度もね年会費無料で50万円使えば、まあ、翌年も無料みたいなね結構条件のいい感じで発行することができますので、ぜひね九州方面行かれる方は、まあ、そちらで利用していただくか、もしくは、エポスカードからねキャンペーン取って入会していただくのがねいいのかなと思います。それでは次にですね、前回も紹介させていただいたこちらですね、やはりマイル最強カードといえばマリオットボンボイアメックスプレミアムカードですね。年会費 49,500 円、家族カードが1枚無料のクレジットカードっていう風になります。まあこちらね前回詳しくやりましたので、まあ今回ね詳しい内容はね割愛させていただきますけども、このマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは貯まるポイントがマリオットボンボイポイントっていう風になります。でマリオットボンボイポイントが貯まるわけなんですけども、6万ポイントを一気にマイルに交換していただくと5000マイルのねボーナスが付与されます。これを考慮すると還元率は 1.25% っていう風になるんですよね。で今回ね JAL マイルで話させていただいておりますけども、 JAL マイルだけではなくてですね ANA も、ユナイテッドもアラスカも、シンガポールもユナイテッド言いましたっけ、まあいろんな航空会社30社以上のね航空会社にこの高レートでね交換することができるっていう風になりますんで、昨年11月ぐらいにですね一部解約になりまして、大韓航空、デルタ航空、アビアンカ、
アメリカ、まあ、ここだけはですねこのボーナスがつかなくなりましたので、このマイルに関しては還元率は 1% に下がったわけなんですけども、 JAL とか ANA とかはですね 1.25% でマイル貯めれるクレジットカードっていう風になりますので、こちらもね結構おすすめです。やはり貯めたポイントをですねいろんなマイルに交換できるっていうのもメリットですし、またねマリオットボンボンホテルで利用することもできるっていう風になりますので、まあ、ここはねお好みにはなると思いますけども、結構おすすめっていった形になります。それでは次にですねこちらです。私はね来月多分発行すると思うんですけども、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスクレジットカードですね。今ね私は保有していないんですけども、初年度年会費無料キャンペーンが3月末までやっております。こちらね非常におすすめっていう風になりまして、ちょっとね詳しく言うことができないんですけども、 LINE 公式アカウント概要欄に貼っておりますんで、そちらでね詳しく話しておりますので、そちらねぜひチェックしていただければなと思います。またね私の応援にもつながりますんで、ぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、基本スペックねここら辺にちょっとね載せておきますけども、年会費が22,000円のクレジットカード、追加カードはね3300円という風になっておりまして、 JAL マイルの還元率が基本還元率で 1.125% 貯まるねクレジットカードっていう風になるんですよね。このセゾンマイルクラブっていうのも登録はね必要なんですよね。登録は必要なんですけども、無料でね利用することができます。このセゾンマイルクラブっていうのはもともと年間4400円かかる有料プログラムなんですけども、まあ、プラチナカードということで、無料でね利用することができるんですよね。でこのクレジットカードねプライオリティパスも付帯しておりまして、プレステージ会員がね無料で利用することができますので、年間何回でもね利用することができたり、またねホテル特典タブレットプラスっていうのがあるんですけども、こちらもね登録は必要なんですけども、こちらもともと有料プログラムで、このカードはですね無料で利用することができるっていった形なんですよね。年会費が22,000円っていう話をしましたよね。で初年度が今無料なんです。ですので発行するのはね無料で発行することがね3月末までできて、またねこちらのクレジットカードは年間200万円を利用していただくと年会費が1万1000円にね下がる珍しいねプラチナカードっていう風になるんですよね。またねプラチナカードっていう風になりますんで、コンシェルジュとかもね利用することができるんですよね。で大事なね還元率のところなんですけども、セゾンマイルクラブを登録していただければ基本還元率で 1.125% っていう風になります。でこのセゾンマイルクラブの上限は1500万円ぐらいまでなので、まあ、ほとんどの人はね、まあ、大丈夫だと思うんですけども、こちらでね貯めることができます。で最大還元率なんですけども、 auPAY プリペイドカードってありますよね。あちらにチャージしていただくと200円につき1ポイントね、ポンタポイントが貯まるんですよね。こちらを JAL マイルにね交換していただくとですね、最大還元率は 1.375% までね上げることができるっていった形になるんですよね。またねこのポンタポイントもですね、先ほど言った 20% 増量キャンペーンのね時に、交換していただければですね、さらにね還元率上げることもできるっていった形になりますんで、このねセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードはねかなりおすすめっていった形になります。で auPAY プリペイドのね注意点なんですけども、 auPAY プリペイドっていうのはAU 回線を持っている方、もしくは AU 自分銀行のね口座開設をしてないとですね発行することができないんですよね。で私の動画でね紹介しておりますけれども、こちらの動画ですね、 AU 自分銀行っていうのは本当に毎月ね ほぼノーリスクで1680ポイントがね貯まるサービスをねやっているっていう風になりますんで、こちらもねもうそろそろ1年経つんですけども、かなりねおすすめっていう風になっておりますんで、もしね auPAY プリペイドを保有していなくて自分銀行ね口座開設されてない方はですね、こちらもねぜひ合わせてねやっていただければなと思います。私の動画でね詳しく解説させていただきますんで、毎月ね1680ポイント私はね夫婦でやってるんで、ね、3000ポイントちょっとぐらいね毎月入ってくるっていう風になりますんで、これはねめちゃくちゃいいですよね。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードはねこういった感じになっているわけなんですけども、まあ、年会費1万1000で、コンシェルジュも使えて、プライオリティパスもねプレステージ会員で使えるっていう風になりますんで、関西国際空港のボテジューなんかもね利用することができるっていう風になりますんで、非常におすすめのポイントっていった形になります。またねビジネスカードっていう名前がついているんですけども、個人の方もね発行できるっていうね、あのセゾンの方にね確認取っておりますので、ぜひね発行されてない方はですね、まあ
初年度年会費無料ですしね、1年間はねプライオリティパス使い放題っていう目的で発行するのもねいいのではないのかなと思います。私はね今月プラチナカードちょっと発行してしまったので、まあ、来月ねこちら突撃したいと思います。それでは次にこちらですね、こちらもですねセゾンアメックスゴールドクレジットカードなんですけども、こちらもですね先ほどと同様の還元率をね出せるクレジットカードではあるんですよね。で年会費がですね、まあちょっと前にねあのキャンペーンで、年会費無料でゲットされている方ねいらっしゃると思うんですけども、年会費ね無料でゲットされている方はねこちらでもいいかなと思います。通常はですねこのセゾンアメックスゴールドっていうのは、年会費1万1000円かかるんですよね。でキャンペーンで年会費無料キャンペーンもらっている方は、まあ、結構いいかなと思うんですけども、今から新規で1万1000の年会費を払うっていうのはちょっともったいないかなっていうところなんですよね。年会費無料キャンペーンでね持たれている方は、まあ、先ほどと同様にですねセゾンマイルクラブこちらも登録できますので、最大還元率ね au ペイプリペイドをかましていただければ 1.375 を出すことができます。でセゾンマイルクラブはですねプラチナカードは無料なんですけども、このゴールドカードは有料なんですよね。ですので4400円年間かかってくるっていう風になりますんで、まあ、ここだけねお金がかかってくるっていう感じですかね。ですので今から発行する方はですね年会費1万1000円かかって、さらにセゾンマイルクラブね4400円かかってくるっていう風になりますんで、両方で1万5400円ぐらいねかかってきてしまうんですよね。まあここはねちょっと難しい部分で、私個人的にはですね、まあ、2万2000円ね5000円ぐらいしか変わりませんので、でまたですねこのカードもプライオリティパスねつけることができるんですけども、1万1000円かかってきてしまったりしますので、まあ、そうなるとですね、まあプラチナカードで2万2000円の年会費もねそこまで変わんなくなってきてしまうっていう風になりますんで、まあ、個人的にはねプラチナビジネスカードの方はねいいのではないのかなっていう感じですかね。一応初年度もこちらね無料キャンペーンやっておりますんで、まあ、1年間はこっちで2年目以降あっちでもねいいかもしれないですけども、プラチナカードのね初年度年会費無料キャンペーンは今年の3月末でね一応終わる予定っていう風になっておりますんで、ちょっとここはね難しい部分ではあるんですけども、個人的にはねプラチナカードの方がいいかもしんないですかね。まあ来年もしかしたらねプラチナカードまた初年度年会費無料キャンペーンあるかもしれないので、まあ、ここはねちょっとどっちを取るかはねお好みでっていう感じになると思うんですけども、一応ね還元率自体は同じ風にね出せるっていう風になりますんで、こちらもね一応覚えておいてください。ということで今回ですね、JAL マイルが貯まる高還元率のね、クレジットカードまとめということで、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、JAL マイルをね、本当にメインで JAL マイルだけ利用されたいっていう方は、こっちですかね。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスクレジットカードですかね。で、もしね、いろんなカードマイルに貯めたい、交換したいっていう方は、マリオットボンボイプレミアムカードですかね。この2つのカードはですね、本当に難しい感じで、年会費はね、こっちの方が、ね、200万円使えば、1万1000円、まあ、年会200万円使わなくても2万2000円のクレジットカードで、プライオリティパスがね、プレステージ会員でついてくるんですよね。ここが結構大きいですよね。こっちは年会費4万9500円なので、まあ、年間ね、150万円使えば無料宿泊がついたり、400万円使えば、マリオットのプラチナになれたりしますんで、まあ、どういったスタイルでね、利用していくかはね、人によって分かれるかな、なんていうふうに思うんですけども、個人的にはね、どちらもね、おすすめポイントがあるんで、まあ、JAL マイルをメインで貯めたいんだったら、こっちかなっていうところですかね。プライオリティパスもね、ついてきますし、プラチナなんでね、コンシェルジュとかも利用することができるんで、まあ、そういった感じになってくると思うんですけども、まあ、ここら辺ね、どっちを選ぶかっていうのは、結構、お好みになるかなっていうところですかね。まあ、年会費無料で維持されたいっていう方はやはりこちらになりますかね。はい、 JQ エポス、はい、そういった感じになりますかね。一応ねエポスのね徹底解説ブログも一応ね概要欄に載せておきますので、気になる方はですねそちらもねぜひチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。